お疲れ様です。暗号通貨ニュース速稼塾の久保でございます。体のエーダー一押しの私なんですけども、あまりね、強調はしていないんですけども、この柴犬っていうのを私仕込んでいるんですよ。で、柴犬っていうのはね、かつて50万倍に値上がりをしたというね、とてつもない、億り人量産コインではありました。2019年ぐらいから柴犬コインを1万円でも買っていた人は漏れなく億り人で、今手元に10億円ぐらいあるよっていうことになってると思います。悪くてもね、3億5億っていうものが残ってるんじゃないかなと思います。で、私もね、柴犬コインって出た時はね、なんだこのふざけたコインはと思って見向きもしていなかったんですけども、ところがね、ツイッター X ですよね、イーロン・マスクさんがこの柴犬にちなんだツイートをするや否や、ものすごく人気を博して、世界で一番ね、急騰したコインじゃないかなと思ってるんですよ。私的には ICO が成功したのは体のだけだっていうふうな先入観に取られていましたけども、でも広くね、暗号通貨バブルが終わって2018年、2019年の後の暗号通貨市場をぐーっと見ていると、コインマーケットキャップのランキングもどんどん入れ替わってますしね、それこそ先代のプロジェクトを引き継いだ新しい暗号通貨の概念がどんどん出てきたりとか、こういった新興コインですよね。柴犬なんてのは本当ここ最近のコインなんですけども、これが一気に駆け上がるような形になっています。で、ブレイクポイントとしてはいろいろね、計算をすると0.002円ですよね。今が0.0015円ですから、これがね、ちょっとわずか価格を上げるだけで、大きくブレイクして価格を急騰させるということになります。それがこの半年の以内に起きるんではないかなと思って仕込んでるんですよ。で、柴犬コインの前身として、イーロン・マスクさんが注目していたのが、この同時コインなんですよね。同時コインは今どちらかというと、目立たないコインになってきました。だから同時コインよりも手に入れやすい柴犬コインの方に振り返られたんではないかなって思いますけども、X にね、興味がある方、Twitter に興味がある方は、この同時コインも同時に仕込んでおいたらいいんじゃないかなと思いますが、なんといっても魅力はですね、柴犬コインの取得単価の安さなんですよ。で、これ相当買えますよ。だから私はね、柴犬コインを今からでもいいんで1万円仕込んでおくとっていうふうに思ってるんですよね。1万円だったら致命傷にならないでしょ。でも他の通貨って20万、30万っていう単位での取得単価になってくるじゃないですか。そうなると、やっぱりね、目先のお金が欲しい時にどうしても決済しちゃうんですよね。で、狼狽売りも入っちゃいますから。柴犬なんてのはそこそこ買っておいても、買ったことを忘れるぐらいの安さですからね。で、値上がりした時はものすごく決済が楽っていうこともありますんで、今ね、大穴を狙うんだったら、今更なんだけども、また柴犬だと思いますよ。今更なんだけどもね。50万倍っていう超ブレイクが来て有名になったのに、ああ、もう手遅れだったかって言って参加してない人が多いところが私はミソだと思うんですよ。ですんで、来年の2024年1月の8日から10日の間にですね、SEC の承認が下りるという見込みですけども、そこで全てが分かるんじゃないかなと思います。仮に上がらなくてもね、1万円だったら、笑って済ませれるし、それこそ決済せずに放置しておけばいいでしょ。同時コインとなるとね、なかなかそうはいかないんですよね。もう13円とかつけてますんで、それでも安いですけどね。なんと言いますか、ビットコインを買うのは今600万円ぐらいいりますんでね。だから、ビットコインはどちらかというと、余剰資金が多い方のコインになってきたのかなと思いますけども、こういうふうなね、やった1株あたりって言ったらあれですけども、取得単価が安いやつに限っては今からでも全然参入できるのかなと思いますし、これから買う人の方がむしろ多いですからね。ここまでの段階で暗号通貨何らか買ってる人の方がまだまだ全然少ないですから、チャンスは山のようにあると思います。ぜひね、このチャンスに乗り遅れて、で、5年後10年後にね、あの時暗号通貨買っておけばよかったっていうふうにならないようにしていただきたいのと、逆に暗号通貨以外に一発逆転当てるものって宝くじの方が可能性低いですからね。だからこの暗号通貨のうち、トップ100ぐらいの中で、10点ぐらい目をつけて買っておけばいいんじゃないですか。その中でもね、もうすでに値上がりしきっちゃったビットコインとかイーサリアムとか、それから XRP とかはもうね、今から買うのには向かないと思いますんでね。そういうふうに考えております。またね、柴犬につきましては、なんでこれが上がると言えるのかってことを情報更新していこうかと思います。実はね、柴犬ね、2023年、2024年に購入した人の中から、2025年、大化けするような億り人がまた出ると思いますよ。柴犬、なんともふざけた
ネーミングでしょ。だからこういうネーミングだから私も買う気がしなかったんですけども、まあそれもね、私の悪い先入観だったかなと思います。今暗号通貨ってものを知ったとすると、やっぱり柴犬を飼うのが一番バランスがいいんじゃないかなと改めて思いますけどね。はい、じゃあ今回は以上です。お疲れ様です。